こんにちは、バランです。今日はリアルな花びらを作ってシャラシャラピアスを作ってみたいと思います。今日使う色はこのパルマとディープブルーの2色を組み合わせて使っていきたいと思います。色味は綺麗な紫系ができたので、ぜひ作り方をご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、そしてビトラーユ着色剤のホワイト、ディープブルー、パルマの3色です。ワイヤーは20ゲージの太めのゴールドを使います。ワイヤーを6センチくらいにカットしました。そしてこのワイヤーを人差し指に巻きつけます。次にこの丸やっとこを使って花びらに曲線を作っていきます。挟んで手前にグッと曲げると、このワイヤーの重なっている部分をカットします。横から見た時にワイヤーが歪んでいたら、こういったペンチで歪みをなくします。
な感じで今回の花びらのピアスが完成しました。今回は2色の着色剤でちょっとこう紫がかった色味を作ってみました。この花びらの中心部分をホワイトで着色することによってちょっとこうリアルな花びらに近づくかなと思います。これでもう完成にするのか、あとビーズをつけるか今すごく悩んでるんですけど、これは試しに変形パールのビーズをちょっとつけてみました。普通の丸いパールよりもちょっと形がいびつなちょっとこう変形パールなので、少しナチュラルなおしゃれな感じに仕上がるかなと思いました。皆さんはこのパールをつけた方とパールなしの花びらだけの方、どっちがいいでしょうか。多分好みだとは思うんですけど、いろいろつけすぎちゃうとちょっとうるさくなってしまう場合もあれば、つけた方が可愛い場合もあるので、多分これは好みでいいのかなと思います。耳元でシャラシャラする音がするので、つけているだけでもちょっと存在感があるようなデザインになってます。パールがありだと少し音も変わるので、それもまた楽しいかもしれません。というわけで今回はワイヤーで作るリアルな花びらをシャラシャラピアスにしてみました。ぜひこの作り方可愛いなと思ってくださった方、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。またぜひ次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。